さきの引き寄せの法則。さてやってきました、さきの引き寄せの法則の時間です。この番組は30分番組なんですけれども、私浦中さきのフリートークとザ・シークレット・ザ・マジックの本を使って実際に引き寄せの法則をやっていってみようじゃないかという番組です。本当にね、のんびりとのんびりと、どれだけのんびりとやってるのっていうぐらいゆっくりと進んでってる。でもよく考えればこれぐらいゆっくりの方が噛み締められていいんじゃないかなと思ってますね。そういうコーナーを今やってますね。で、気がつけば私のフリートークは長くて進んでないっていうのもあるんですけれどもね、皆さんね、最後までお付き合いお願いいたします。今日は12月3日、12月に入ってしまいましたよ。12月に入ったらあっという間ですからね。まあね、12月ね、みんなでね話してたんですよね、何しようかって。まあなんかね、クリスマスもありますし、クリスマスもなんかね、ねえしたいじゃないですか。クリスマスなんかこう催し物、できるかな私。でもなんか、でも頑張ろうと思ってるんですけど、まあなんかチキンを焼いて、で私が唯一マンツーマンで習った私の得意料理、サルサソース、サルサソースをぶっかけて、あと何作ろうかな、他作れないわ。あとケーキ置いとこうかな。で、ゆっくりとした時間をね、ちょっと楽しみたいなっていうのが私のね目標です。そしてね、みんなでね、忘年会もしたいよねって。だけど12月はね、私たちの業界はとっても忙しい時期で、忘年会をしている暇がないっていうぐらいドッタバタなんですね。だからね、もう忘年会と、あと1周年っていうのもあったんで、お祝いしたかったんですけれども、また1月のね新年会にしましょうっていうことにしましたね。そしてね、先週はね、何をしてましたかっていうとね、私はね、ものすごい頑張ってましたよ。ものすごい頑張って、好きな酒もやめて、っていうか飲んでる暇がなかった。飲みたい、酒が飲みたい。だけどね、勉強の1週間でしたね。っていうかやらざるを得ない、追われている。まずね、その前、パソコン教室行ってるじゃないですか。で、おばあさんに教えてもらってます、私は。おばあさんの方がパソコン上手よ。でも私にぴったりな先生、もうおばあさんぐらいがちょうどいいんでね。で、1ヶ月5500円払って、1週間に4回、1ヶ月に4回来ればいいっていうんですけれども、もし来れない曜日が、週があれば、次の週に、伸ばしてもう1回行くことできますよっていうので、その前の週が忙しくて行けなかったので、先週は、1週間に2回もパソコン教室に来ました。くそ、ここで行かないとお金がもったいない、お金払ってるだけでパソコン教室行ってないなんて何考えてるんだって、頑張ってきました。そしてね、おばあさんに言われました。眠いの？はいって言って、集中力がないんです。もうじゃあもうこの辺でやめようかって。はい、やめます。とっても自由、パソコン教室美里、とってもいい、ここのおかげで私はなんとかね、私の今の趣味は勉強はパソコンということでね。で、なんかもう追われてないのもいい、
いついつにテストがあるので、いついつまでにやらなきゃ、こんだけ勉強しなきゃいけませんとか言われると、私はダメなタイプなんですね。だから言ってるうちに学んでいってテストがないっていう、このスタンスがちょうどいいね。はい、ここでメッセージが届きましたね。恋するかっちゃんさん、サーキー、遠足、こんばんちーす。サーキーの声に釣られてきました。いらっしゃいませ。釣られてきたのね。今日もね、よろしくお願いいたします。そして、そう、私はパソコン教室に週に2回も行ってひっくり返ってるだけど、それ以外にね、まずね、酒飲んでる場合じゃないっていうのが、まあ、もうすごいいっぱい溜まってる領収書の山をね、その月その月に振り分けて、売上計算ちゃんとしてなかったから、それをもう電卓で叩いて、で表に埋めていきました。エクセル使ってパソコンでやれよっていうのを、私はやっぱり手書きのアナログが好きです。でそれをやっているだけでね、頭がヘーってなって、どうしたらいいんだって。でもね、こればっかりはね、誰かにね助けてもらうことはできないので、私自身がこれをやり遂げなければいけない。これをやり遂げた時に次のステップが待っているっていう、私はね、もうね、マジックですよ。私はできる、私はできる。そして2年目はこういう、なんかたまりにたまったものを一気に助けてくれってくしゃくしゃになってるのをやってるんじゃなくて、毎回ピシッピシッとできている女になっている。で私はね、今想像していたらもうね、もうワクワクしなさいってね、マジックは言ってるのでね、その想像プラスワクワクしなさい。私に2年目はもう完璧に事務作業ができていて、何も怖くないわって他の人が会議をして、いやもうこれどうしたらいいの、助けてとか言ってきたら、そんなのもう慣れよ、大丈夫よ、できるできるとか言って笑って言えるようになりたいわ。なる、絶対なる。っていう風にね、そこまで想像してるの。そんな時にね、私の友達がめちゃくちゃ笑っちゃうんですけど、私はね、もうやっと終わったと、これ頑張ったの今週で、11月分やりました。もう12月分もまたやらなきゃいけないと思って、いやなんだけどとか思ってたんですけど、友達、バーをやってるんですけれども、友達は、どうしよう、さきさんやばいんだけど私、っつって、え、どうしたのっつって聞いたら、さきさんはね、領収書を振り分けてね、ファイル作ってるじゃない。私全然作ってなくて、ナイロン袋に全部突っ込んでて、それを押し入れにもう見たくないから押し込んでるんだけど、一体どうしようこれ、って言うから、いやもうそれを日にちごとに見つけ、まずもう日にち見るだけで、まあ、私もなんか最近老眼始まったら嫌だ、もう老眼始まってるとか思って、なんかうーんって見えない、その日にちから振り分けて何月何日って、そこから始まるってもう大変よって、なんでそんななんかナイロン袋に突っ込んで放り投げてたのって言ったら、だってもう見るのが嫌だったんだもんって、わかるわその気持ちって。でどうしようって、でその彼女も、私が今頑張ってるものですから私も頑張るわって、で彼女は12月だっていうのに、1月と2月なんとかできたよ。まだ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12って、まだまだ先じゃない、大丈夫って。でもね、聞いてって、
せっかくね、ナイロン袋に入れてたね、領収書の紙をね、犬がほじくってね、全部噛みちぎってたの。やばいじゃないって。犬が噛みちぎっちゃったらもう、証拠ないじゃないって言ったら、あ、もう、私は一体どうすればいいのつって。うん。って言いながら、ちょっとお店休んでいいかなって言って。あ、どうしたのって。なんか用事って聞いたら、ちょっと福岡へ旅行行ってこようと思うのって。今行く。行ってる場合って私が聞いたら、どうしても行きたいの。でもその事務作業どうするのって。もうその時また考える。ダメだこれやと思って。ダメだこれや。まあいいかと思って。そんな面白い友達ね。だからね、1年目同士っていうのはね、本当に苦労するのよね。このしんどさをね、一般の人はね、絶対わからないんだろうな。本当にね、お店だけこう、経営してればいいって思ったらね、もうそのことだけに集中してればいいと思ったら、本当、まあ、なんかもっといろんな、あ、こんなアイデアがある、こういうことができるとかいろいろ考えられるんだけど、今は、もうそんなことを考えてる場合じゃなくて、みんなが気づきもしない裏作業、裏のね、事務作業のことで頭がいっぱいでね、で朦朧としてフラフラになって歩いて、フラ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 で歩いて、フラフラ、そうなんですよね。だからね、今週もね、酒はね、飲んでる暇はない。飲みたいな、もう本当にって毎回ぼやいてるよね。だって私の楽しみだったんだもんね。でもね、ここで乗り越えなければ後でキャーってなるから頑張らなきゃいけないわ。そういう1週間を過ごしてました。だから次の週、今週もね、勉強に打ち込みます。そして懲りずにパソコン教室も行きます。ね、じゃあね、ここでね、あ、そうね、今日ね、先週お話しした、マジックの項目から、なんだっけな、心の魔法っていうのをね、まだね、先週で終わったかなと思ったでしょ。今週もやるわ。じゃあね、ここでね、一曲いきたいと思います。なんかね、もう男のロマンって感じ？もう本当に。なんかね、プロモーションビデオ見たらね、もう、キラキラの、キラキラのジャケットに、なんかブリンブリンのアクセサリーつけて、もう、なんか本当に、で、女の人に囲まれてシャンパン片手にイエーイみたいなね。男のロマンをそのままね、映像化した感じ。まあでもキラキラだからかっこいいなと思って。で、曲もね、いいなと思ったのでね、これにしました。で、特にね、私の好きなブルーノマーズもね、フィーチャリングしてるんですよね。グッチマン、ブルーノマーズ、コダカブラック、Wake Up the Sky。
はい、いかがだったでしょうか。 Wake up the sky、ね、ありがとうっていうぐらい眠くなりそうな曲でしょ。ね、ブルーノマーズはね、やっぱりね、私やっぱりね、かっこいいなとか思うんですけど、あと2人ね、黒人の方が一緒に歌ってるんですけれども、そのプロモーションビデオでね、もうすごい辛口なこと言っていいですか。なんかね、あのキラキラの中で女の子に囲まれて、その1人の黒人の人がなんか上半身裸でなんか踊ってるんですけど、意外とぽっちゃりしてるの。なんかあのむきっといい体がね、こうくねくねして踊ってんだったらいいんだけど、なんか意外とポあれなあああっつって、あポチャリさん、デブまではいかないけどポチャリしてるねっつみたいな、脱がないでキラキラのジャケット着て踊った方が良かったんじゃないかなと思ったんですね。それがちょっと気になっちゃって、もしよかったらね YouTube でね見てみてください。なんかあーってなっちゃいますね。でね、ここでね、先週やってました、あれから私はやってましたよ。皆さん覚えてますか。心の魔法、感謝は心の記憶です。また同じことを朗読しているわ。そろそろ気づいたと思いますが、どの魔法の実習でもその目的はできる限りいっぱい感謝を感じることです。これはあなたの中で感謝の気持ちが増えると、外の世界でも感謝しなければならないことが増えるからです。はい、ここでメッセージが届きましたね。太郷さん、やっほー、はい、いらっしゃいます。そしてね、先週言っていたのが、この項目では感謝をするときに右手を心臓のあたり、胸に手を当てて、今まではありがとうありがとうって言ってたけれども、胸に手を当ててありがとうって言うっていうことをしなさいってなってるんですね。なんかね、心臓のあたりに意識を向けましょう。目を閉じて心臓に意識を向けたまま、魔法の言葉であるありがとうを心の中で唱えてください。私はね、今ね、なんかとてもなんかこう、やっぱりあーこれ欲しいな、あーこれありがたいなとか思うこと、特にね、私の場合はやっぱり自営業をやってますから、お金を触ることが多いじゃないですか。その時にここぞとばかりに私は右手を胸に当ててありがとうありがとうって、もう本当にもう深々とありがとう。そしてそのなんていうの、お釣りを準備するのにありがとう。そしてそうですね、あとお酒を買いに行くときね、仕入れしなきゃいけないでしょ。仕入れができる、右手にまた手を当ててありがとうありがとうってやってるんですね。この人何してるんだろうって本当思われてると思うんですけど、もういいやと思って、やってみようと思って、もうとにかくやりなさいってマジック言ってるのでやりましょうと思って、で、なんかね、私不思議なものでね、トイレ入るね、お手洗い行くでしょ。そうするとトイレットペーパー一つも紙でもある、お金でもある。そうするとトイレットペーパー、私はね、次の方がね、ハッピーになるようにって、嫌な人もいると思うんですけど、なんか三角形に折っとくんですね。その時に私はね、めちゃくちゃ怖いわよ、右手に手を当ててありがとうありがとう、私は
神関係に恵まれている、お金とかいろんなものに恵まれている、そのおかげで私の、勉強机デスクはもう資料紙だらけで、もう紙もいっぱいね、本当にいっぱい紙がありますよ、ありがとう。そしてこれを片付けていけていることに、また右手をね胸に当てて、ありがとうありがとう。皆さんもね、何しろこの人と思われてもいいんですけど、やってみてください。効果があるかどうかね、また定期的にね、後の、過去を振り返って、ああこれ聞いてたなって思うようにしたいなと思いますね。あ、そうそうそう、そうメッセージもう一件来てたんですよね、さっきね言うの忘れた。和夫さん、米沢さん、こんばんは、熊本から、はいさい、はい、こんにちは、熊本から聞いてくださってるんですね、とっても嬉しい。私の父は熊本出身です、なんとかバッテンみたいなね、言ってましたよ。はい、じゃあね、30分早い。私はね、もうやらなきゃいけない、もう強制的もう今勉強、小学校とか学生の時勉強していけばよかった、そしたらもっと頭良かったのに。でもね、いいんですよ、今やります。いつでも遅いっていうことはない、今やれっていうことなんでしょうね。だから頑張ります。これを乗り越えたら新しい自分に行けると私は信じています。皆さんもね、またね、楽しい1週間を過ごしてください。そしてメッセージたくさんありがとうございます。月曜日夜10時、さきの引き寄せの法則、お相手は私、浦中さきでした。皆さん、おやすみなさい。